皆さんおはようございます、斉良平です。今日が1月16日日曜日ですね、東京にいると思います。今日は多分池袋の公演が、あればあるはずです。緊急事態宣言でも出てなければ大丈夫だとは思うんですが、今はちょっと取りだめさせていただいてます。今日もねちょっとね、質問をちょっとお答えしようと思うんですけども、ちょっと待ってくださいね。江戸シリーズちょっと待っててくださいね。江戸シリーズ行きますんで、その前に、それをするだけで、手をパチンと叩くってことですね。手をパチンと叩くと流れが変わる。良くない、イガイガした木とか良くない木ってもの自体は。っていうだけでポンポンって弾いて、神聖な空間を作ることができるよっていう話をしたんですが、これは何だろう。動画を今遡ってるんですね。ところでコメントでネタバレはやっぱり禁止ですよね。いや、いいですよ、別に。全然大丈夫です。いいですよ。で、もうここですよね。いつも貴重な話ありがとうございます。毎朝神社の札に向かって、柏手を打ってます。企業のクレーム受付の仕事をしていて、すごく責められて落ち込むことが多いです。いや、これほんときついよね。お客様の前とか、手が叩けない環境の時、何か他に切り替える方法があれば知りたいですってことですよね。そうですよね。まあ、手をパンパンって叩くっていうのは、まあ、パッと言ってトイレでやってもいいしっていうこともできるんですが、その場でさっと済ましたいなって思うときはですね、手を叩けない、やっぱり人に周りにもいっぱい人がいるしできないって思うときは、これでもいいと思います。言うとでもなおいいのは、これも100日動画でさらっと言っちゃってるんですけども、鈴です。キーホルダーとかにとか携帯のストラップとかカバンとかに鈴をつけておいてほしいんですよ。で、神社に行ったら巫女さんがとか神主さんが鈴をシャンシャンシャンって振ってるの見たことあると思うんですよ。めちゃくちゃ鈴がついてるやつですね。あれも同じ意味合いがあります。音で、周りの状況自体を余計な気を外に出して神聖な空気に変えるっていう意味合いがあるんですけど、これね、次ちゃんと師匠来た時に聞いてみようとは思うけど、前にこれをなんかね、そんな感じのことを聞かれたんですよ。いや聞かれて言われたんだけど、大体あの人って言ったらあれだけど、そのね、僕の中では説教 AI って思ってますけど、本当ね、めちゃくちゃ説教されながら、はいはい、分かったって聞き流してる中でも、前にチラッて言われたことがあって、うる覚えなんですけど、音っていう字は口角でしょと言われた時に、まあそうですねって言った時に、これ日に立つって書くんですよ。で、なんで音っていう字はこういう字になったんだろう。これ多分ね、うちの師匠が勝手に作った意味合いだとは思うんだけど、まあいいやと思って。まあ、その立つと。をね、立つと読みますと。日が立つって。日が立つっていうことは何なんだろうと思ったけど、多分こんな感じだったと思うんですが、立つっていう言葉の、言霊は、切れるとか、終わるとか、立ち切れるとか。で、立ち上がるもそうなんだけども、いわば流れとか視点が変わる。今座ってる状態から立てば視点が変わるので見えてるものが変わりますよね。で、立つっていうのは切れるとか、そういった意味合いで、つまり変わるっていう意味合いを、なんかそんな感じで視点が変わるとか変化が生まれるっていうことなんだけど、音を出すとその日の流れがその瞬間にリセットできるとか変わるっていう意味合いだみたいな感じのことを言ってたと思うんですよ。そうなんですよ。だから柏手がもちろんパンパンって叩けたら一番いいんだろうけども、それができないときは音を立てるんですよね。だからついつい感情的になって、こうテーブルをドカーンってやるときもそうですよね。あのバーンってテーブル叩いて、あのですねとか言ってるときも、あれバーンってやった瞬間にね、結構みんなね、あの瞬間に、テーブルドン叩いた後に言ってるんだけど、結構ね冷静な自分に戻ってたりする人たちもいるんだけども、音を立てる。静かな音でもいいんですよ。特に柏手がダメでも鈴の音とかっていうものはものすごく神聖な意味があるので、リンリンリンってちょっとそれとなんか携帯出してとか、なんかキーホルダーにつけてるやつをチャリンチャリンって鳴らしてあげると、周りにあるイガイガ、つまり今ここで質問者さんが言ってる通り、まあ周りに人がいて、手を叩いたりっていうことができないって思うとき、どうしたらいいですかっていうときに、音を立てるっていうことの中でも一番おすすめは鈴です。鈴の音って一番抜群の効果がありますので、あとは丸いボールみたいなやつで響くやつがありますよね。なんつったらいいんだろう、あれ。なんかリンリンじゃねえんだけど、響くやつがあって、それもすごくいいので、
あのね、僕も前の動画の中で流れがいいなって感じる人はね、いつも鈴の何かを持ってますね。鈴の何かを持ってます。なので、ちょっとジンそれ、俺の。これね、俺も鈴つけてたらね、ブチブチ切れちゃうんだけど、これね、僕のね、鍵なんですよ。つけすぎだろうって言われるんだけど、僕ね、これぐらいないとね、なくしちゃうんですよ、今まで。あの、キーケースぐらいじゃなくしちゃうので、じゃらじゃらつけておくっていうのがちょっと意識なんだけど、これもね、金属音が鳴るっていうこの音だけでも、邪気を払うって意味があるので、まあそれを意識してこういう風にしても、もう20年ぐらいこのまんまですね。っていうことがあったりするので、まあ音っていう字の成り合いが、今度来た時にちゃんと聞いときますね。あの、日を立つって書いて、流れが入れ替わるとか、変わる、変化する、視点が変わるとかっていう立ち上がるとか、切れるとかっていう意味合いで、一度その流れを止めて切るとかいう意味合いがあって、音を立てるっていうことを言ってましたが、定かじゃない情報で申し訳ありません。はい。なんですけども、今度来た時にしっかり聞いておこうと思います。なので、何にしてもできない時は、鈴の音を鳴らしたりとか、ちょっと音を出すっていう風にしてくれると、指をパチンパチンと鳴らすだけでも全然違うと思いますので、確かに柏で打つ場所っていうのはどこでもできるわけじゃないからですね。なのでちょっと意識して音のなるものを持ち歩くっていう風にしておくと必ず変わります。で、嫌な流れ、あ、今嫌な感じだったなって思った時はチリンチリンって鳴らしてくれるとね、あの、気分変わりますので、ぜひともそういう風にして嫌な流れに自分の感情が飲まれないように注意するようにしておいてくださいっていうことですかね。はい。あと、そういえば店長、なんか字幕をつけてくださいってやつがあったけど、はい、これね、字幕をつけるやつですね。多分5分10分ぐらいの動画でどれぐらいかかる？どうですかね。大事なところだけまずその見るのに何回もやっぱ見直したりして、それで時間大体で1時間ぐらい。そうですね。これね、毎日やってるんで、前はね、あの、1週間に1本ペースぐらいで出してた時は、そうじゃなかったんですけどね、毎日撮るようになったらね、動画に対して字幕をつけようと思ったらめちゃめちゃ手が込むんですよ。だから、まあ、店長も YouTube 専門の仕事をついてるとやなくて、業務がある中でやってるので、なかなか難しくて、なるべく皆さんが聞き取れるように、僕がゆっくり、そしてしっかり喋るように注意するようにしますので、字幕をつけれるかどうかは、お店が潰れたらできるかな。そういうわけにはいかんか。まあ、頑張ろうと思います。なので、音っていうこと、生活の中にぜひ音を取り入れてくださいっていうことです。はい、今日は以上です。エットシリーズね、必ずどっかでちょっとやっていこうと思いますので、ちょっと待っててくださいね。はい、じゃあ今日は日曜日、ゆっくり休んでくださいね。いきますよ。よっしゃー、ということで今日も元気よくいってらっしゃい。お気をつけて。